ローズボールゲームはアメリカ合衆国カリフォルニア州パサデナのローズボールスタジアムで毎年元日に行われるカレージフットボールのボールゲームである通常は1月1日に大学のフットボールの対戦として行われる元日が日曜日に当たる時などには翌日以降に実施される場合があるローズボールがその年のカレージフットボール全米ナンバーワン決定戦に設定されることもあった ローズボールは最も古いボールゲームである。1902年に最初の試合がミシガン大学とスタンフォード大学の間で行われ、ミシガン大が49-0で勝利している。地元のスタンフォード大が大敗したため、1916年まで中断された。試合会場は最初はパサデナのトーナメント公演で行われ、1923年からは、 ローズボールスタジアムで行われている。試合は、米国太平洋標準時で午後1時に開始される。これは、テレビ放映時間が、他のボールゲームと重なる時間を短くするためである。開始初期には、東部から招待されたチームと、パシフィックコーストコンファレンスのチームとの対戦であったが、1947年以降は、ビッグナインカンファレンス優勝校と、 パシフィックコーストコンファレンス優勝校の対戦の形式になり、パシフィックコーストコンファレンスが解散した後は、パシフィックエイトカンファレンス優勝校が出場している。しかし、1998年にボールチャンピオンシップシリーズに組み込まれたことにより、2002年にはその伝統を破って、ネブラスカ大学とマイアミ大学が対戦した。二千十四年からは、カレージフットボール、 プレイオフの一部として、準決勝が本大会に割り当ている。2021年は、新型コロナの影響で、開催地をテキサス州アーリントンの AT&T スタジアムで開催された。スポンサーなしで長年開催されてきたが、1998年には AT&T 提供として、2002年にはプレイステーションに提供として開催された。2003年以降は、 シティグループ提供として開催されている。2011年から2014年はビジオ、2015年からはノースウェスタンミューチャールがスポンサーとなる。他のボールチャンピオンシップシリーズは2007年から2010年まで FOX がテレビ放映権を獲得していたが、ローズボールのみ ABC が放映権を保有していた。2011年から2014年まで ESPN が 放映権を獲得した。アメリカでは非常に関心の高いボールゲームの一つであり、視聴率はワールドシリーズや NBA ファイナルに匹敵している。2012年1月に開催されたローズボールの視聴率は10.2%であり、同年のワールドシリーズ全試合より視聴率が高かった。車体は引き分けを表す。はその試合が BCS ナショナルチャンピオンシップゲームであることを 表す、ソース、ありがとうございます。